スーリア・バハドゥル・タパ・スーリア・バハドゥル・タパは、ネパールの保守政治家。三人の国王の下で五回、首相を務めた。旧王道派。一人の息子と三人の娘がいる。首相の任期は次の通り。はじめの三回は無政党で、後の二回は国民民主党に属した。1928年3月21日、タパは、ダンクタシュームがで生まれた。その後、 インドのアラーハーバード大学を卒業。クルクシェートラ大学から名誉文学博士の称号を授与されている。1963年、マヘンドラ国王から首相に任命されたのをはじめ、その後もビレンドラの知性でも首相に任命されている。ロケンドラバハドルチャンダと対立関係にあり、それぞれの首相在任期間中に、たびたび内閣不信任案を出している。2003年6月4日、 チャンダが辞任したことにより、タパはギャネンドラ国王により5度目の首相に任命された。2004年5月7日、国民の不満の高まりにより国王独裁を手放すことを余儀なくされた時、辞任した。公認にはシェール・バハデル・デウバが就任した。2015年4月15日、ニューデリーの病院で死去した。ありがとうございます。